1分で解説、編笠山登山編。今回は編笠山をご紹介。富士見高原から登ります。編笠山は八ヶ岳の最南端に位置する山で、山梨百名山に選ばれています。今回の富士見高原の他に観音平や天領山からの登山コースがあります。山頂は森林限界の廃末帯で、赤岳、根源岳や南アルプスの眺望に優れます。編笠山の先には青年小屋があります。絶好の展望台編笠山、かっこいい八ヶ岳が眺められる山です。